アーラーラカーラーマは古代インドの思想家で、釈迦が出家後に指示した人物の一人。方向大双言教によれば、バイシャーリーの近くにいましていたという。なお、因果教さんや、修行本義教下などでは、アララとカランを分かち二人とする説もある。また、ラージャガ派の人ともされる。普通諸行さんによれば、ビンディア山脈が住みかとされる。南伝仏教の文献によると、 釈迦は出家直後に道を求めんとして、彼の元を訪れ、空無辺どころの教えを聞いて、間もなくその境地を承得した。彼は釈迦が自分と同じ境地を得たことを知ると、自分の弟子の三百人を共に率いていくことを要請した。しかし釈迦はその境地は、真の悟りを得る道ではないと悟り、彼の元を去って、次に、ウッタカラーマプッタの元へ行ったという。なお、 宝向大総言教7では、彼の説いた教地は、無所有どころとするので、北伝仏教の仏説ではこれを一般視する向きが多い。南伝、マーハバカには、仏っが浄土をして、初めて説法をする7日前に死んだとされる。なお、五分律では、初天法輪の前夜とする。また、マハーパリニッパーな行に、 ふつの最後から二番目の弟子として、ふきという名前が挙げられているが、ふくきは、元は、アーラーラカーラーマの弟子だったと言われる。ありがとうございます。